ここは韓国、ここはカンナム、ここはカンナム。はい、どうもこんばんは、マキです。ということでね、まあ夜、はい、カンナムの方に行ってるんですけど、はい、まあ今さ、コロナでなんだっけ、ステージ 2.5、 そう、ステージ 2.5 っていうのになって、まあ日本で言ったら緊急事態宣言と一緒。そうですね、東京アラートみたいなのあったじゃん。何時までしか営業できませんとか、はい、何人以上ダメとかあったんだけど、うん、今それ状態ね。そうね、韓国が、まあ、コロナめっちゃ増えたんでしょ。一番多い時で、まあでも全体でなんですけど400人超えぐらいですかね。人口はね、日本に比べて少ないかもしれないけど、日本は東京だけで400何人とかそうっすね、あったからね。はい、1日400人出てもだって、それまでさ1日何十人とかさ、そうそう、出ても30とかぐらいだったよ。50とか、あ、50出たら今日多いなぐらい。でもなんかちょっと隠蔽してたんじゃないかみたいな話もあるけどね、うん、まあ、そこら辺はどうだっていいんですけど、はい、まあそれに伴って私たち住んでるカンナム、一番飲み屋がね栄えてるであろうカンナム駅の周りの飲み屋街が真っ暗っていう風なね話を聞いたんで、実際どうなのか、カンナムの街って今どうなってんのっていうね、せっかく韓国住んでるんで韓国に聞きたいであろう若者の皆様方にその様子を伝えていこうと思う。じゃあ行こうか。はい、行きましょう。Don't let your kids watch it! A few inches later. 今日は、スケットくんがいますけど、スケットくんがね、スタッフくんじゃない、そう、スケットくんがいますてか、スケット団って昔あったよ。スケットダンスってなかったっ。あー、漫画？漫画、まあ、アニメでもあったけどさ、うん、あれちょっと見てたわ。グミングミとかあったよね。何が好きだった？逆に俺が高校生とか中学生ぐらいかな、スケットダンスって。で、俺言うたら、うん、日本にいる時はアニメ全く見てなくて。え？いや、本当にアニメの良さっていうのはよく分かってなかった。マジ？日本いる時は。で、一本背負いだけ？一本背負いだけ。一本背負いだけやってた。あ、一本背負いだけやってて。一本丸々4台とかないんだ。なんでそこはそんなに広げる？いらんわ。あ、でもまあ部活で忙しかったとか。あ、まあ部活で忙しかったっていうか、うん、普通になんかそんなに周りにもそんなにいなかったですよ。アニメに興味あるとか。それこそなんかジャンプとか読んで盛り上がってたけど、あ、ワンピースとかは分かる、ね、そうそうそう。でアニメを見て盛り上がってたらなんかオタクみたいな。俺らの時代そうだったよ。俺中学の時、なんだろう、うちの学校が特殊だったかもしれないんだけど、はいはい、オタクもヤンキーもめっちゃ仲いいみたいな。あ、だからヤンキーが最近いいアニメないのって聞いて、はいはいはい、あ、これいいから見なよってオタクが言う、あみたいな感じでやり取りしてたような学校だった、はい、それこそ韓国いるからだんだん日本の方が恋しくなってみたいな。あ、恋しくなって最近アニメ見始めたとか、韓国来てから見始めたって感じなんだ。そうですね。あ、そうなんだ。でまたネットフリックスが今流行ってるじゃないですか。流行ってるね。やっぱそれで見出す。あ、やっぱ、ね、また、うん、ということでもうすぐカンナムなんで、ちゃちゃっといきますか。あ、ちゃちゃっといきましょう。ここカンナムのあれなんですけど、地下街全然人いないね。そうっすね。これやばいわ、マジですごい。はい、ということでカンナムの10番出口の方に来ました。はい、ここといえばもうここでめっちゃみんな待ち合わせしてるっていう。そう、俺もよくここで待ち合わせしたりとかたまにあるんだけど、まあ、10番出口のこっち側にクラブとかがあったりとか、ね、飲み屋街はもうこっちっす。で、まあ入り口の時点でまあ人がおらんと、まあ、ちょっととりあえず中の方入ってみようか。ここから入れるか。そうそう、もうこっちからだから、ちょっと行ってみよう。It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the f*** are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Chop! ここクラブなんですよ。ここ結構有名よ。有名。前はメスっていうクラブだったんだけど。どんぐらい前だろう。規制が入るちょっと前に、まあ、僕カンナムでよく飲んだりとかするんですけど、全然クラブやってたもん。あ、本当？ここに女の子とか男の子並んでみたいな。はい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 。人数規制とかはあったかもしらんけど、うん、でもやってたから、まあね、クラブは。ここがもうこの状態。そしてこっちがもうメインストリートみたいな感じだよね、うん、行ってみよう。え、ちょっとこれヤバくない？マジでカンナムってわかんない。パッてここ降ろされたらさ、タクシーに、はいはい、わからんくない？いや、わかんない。タクシー1台しかない。タクシー1台ってのもおかしいから、ここに予約だし、しかも予約っていうただここの道使っただけだから。これここら辺のルームとか行ったもん。ああ、この下の。そうはい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 。ここもルームよ。そうね、ここもルーム。こんなよ。24時間って書いてある。24時間のルームがこれ。今現在ね、
今9月11日の夜12時10分なんですよ。そういやこれからの時間よ。そうそうそう、マジカンナムとかカンナムとここ一人もいない、マジで一人いない、すごい。マジでセブンとかイーマートコンビニしかやってないもんね。うわこれすごいね、コロナって。なんか気使ってさ、マスクつけてたけども意味ないんじゃないかレベル。ちょっと喋りづらいんで、ちょっと今だけあの人がいないんでね、ちょっと撮らせてもらうんですけど、すごいわ。もう少し中の、あ、ちょっと中の方行ってみようか。もうだってもうコンビニ開ける必要ないじゃん。こうあれ、そう、あのここがナンパ、ナンパ居酒屋、ナンパ居酒屋みたいな、すごいうるさいところなんですけど、もうここら辺女の子とか男の子とかもう乱雑なのこんなだもん。みたいな、こうここでこれやばいわ。俺らよくこう飲むここで飲んでます。ここでよく飲むんだけどやってないもんね。ほら招き猫とか、お、そうそう招き猫あんだよ韓国ね。俺もびっくりした。そう、韓国に招き猫あって、そこも24時間で何回なんですけど全部やってないっす。ここもねよく来る居酒屋街みたいなとこなんだけど、すごいよねここ。全く普段みんなここでタムロしてる。え、めっちゃタムロしてる。めっちゃここでタバコ吸ってる。そこに女の子立って、ま、あの立ちんぼみたいな感じで。そうそう、で、あの立ちんぼって言い方悪いわ。アフリカの BJ とか。あ、そうそう、アフリカの BJ とか女の子たち。ニューズユーっつってこうやって見るとやっぱ停してるね。いや、日本とかどうだったの。いや、でもさすがにこんな真っ暗じゃなかったと思うよ。やってるとこがやってるだけで、うん、わかんない。でも俺ら日本にいてなんか風潮もあるからっつって全く外出てなかったの。あ、俺と親方とか、そっかそっか。マジで外出なかったから、うん、ずっと二人でなんか荒野行動やってたり。マジでずっとこう家の中でできる遊びずっとやってて、うん、だってもう俺らなランニングとかはいいじゃん、うん、でランニング二人でしてマスクつけながらランニングして、うん、でランニングから帰ってきて二人で家の浴槽に風呂入ってテラスハウス見た。2人で親方と2人で風呂入ってテラスハウス見て水最後かけ合いっこしておいやめろって言って遊んでた。だから外出てないから分かんなかったけど、でもこれはマジですごい。これ韓国ね行ってる人だったら分かると思うけど、これほんとすごいことなんですよ。びっくりだね。俺ここまでだとは思わんかったわ。これもね長引くんかな、これって。とりあえず今週の日曜まで、うん、あ、そうなんだ。とりあえずはで、そっからですかね。あ、そっからどうなるか、うん、だとしてもちょっと伸びたよね。8月後半ぐらいからだったもんね。そう、8月後半でまず1週間だったんだけど、でもそれで伸びたもん。伸びた、もう1週間伸びて、まあ、ここでどうなるかって感じですね。はい、ということで、まあ、今の現状こういう感じですっていうね、まあ、僕たち韓国に住んでるんで現状こんな感じだよっていうのをお伝えするために動画撮りました、はい、いや飲み行きて早く。いやそれな、早く飲み行きたいよ。いやね、コロナ作ったの誰って。コロナ作ったの誰、今夜また一つ誰、お前消されんの誰ってなるじゃん。バカ殿様。